公共曲 B ヘインロ長超方冒険 I-108 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲した公共曲方冒険番号に従って第108番とも呼ばれる。パルティータとされることもある。初期の公共曲の一つであり、ゲットバイク修道院が1765年に購入した筆者譜があるのでそれ以前の作品だが、作曲年代は明らかでない。 ランドンはハイドンがボヘミアのモルチン伯爵に仕えていた時代の作品であることがほとんど確実としたが、ジェームズ・ウェブスターによると、そこまで確実ではなく、エステルハージや副学長時代初期の可能性もある。様式的には極端に単純で短い第一、学章を持つ一方、ファゴットの独創はむしろ、エステルハージ家時代の特徴を示している。 この曲は公共曲 A の場合とは異なって1769年にパリで出版され、19世紀初めのハイドン作品目録では正しく公共曲に分類されていたが、20世紀初めの前週から漏れてしまっていた。両端楽章が早い音楽章形式だが、第二楽章がメヌエット、第三音楽章が感情楽章になっている。 このような形式の公共曲は主に初期のものに、いくつか見られ、最初期の作品である、公共曲第37番もこの形式である。4つの楽章はいずれも短く単純であり、特に両端楽章はあまり見るべきところがない。演奏時間は、約15分。ハイドンの初期公共曲の通例に従い、低音楽器には原則として独立した楽譜が存在しないが、 第二楽章のトリオ部に、ファゴット独奏がある。四四拍子、ソナタ形式。わずか四十八小節しかない短い曲である。普天付き音符で始まる軽快な曲である。トリオは変歩調調に転じ、ファゴットの独奏が挿入される。トタン調、六八拍子、ソナタ形式。当時のハイドンの通例に従い、感情楽章は弦楽器のみで演奏される。 第2バイオリン、第1バイオリン、低音によって主題が次々に現れる風画風の始まり方をする。展開部も大意法的である。二音表子、そなた形式。ありがとうございます。